はい、皆さんどうもこんにちは、出政です。はい、今回はね、ちょっと自分の車ですね。はい、自分の乗ってる BMW をご紹介させていただこうかなと思っております。この車です。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今からお車の方を紹介させていただこうと思います。はい、まずね、外装なんですけども、このような感じになってます。これボンネットはね、これカーボンっぽいんですけど、カーボン調のものを貼ってあります。これは、はい、ボンネットの方貼ってあります。はい、まずね、フロントの周りから見ていこうかなと思います。これグリル、これ M パフォーマンスのブラックグリルを装着しております。はい、ここにね、カラー、これ BMW M のね、3本、これはステッカーで作成していただきました。はい、こういうものをここも貼ってあります。はい、で、ここもね、これカーボン調のこれ貼ってあります。はい、でこれフロントディスクライトウェイト、ドイツ製ですね。ドイツ製のライトウェイトというところのフロントリップスポイラーを装着させていただいております。はい、ここにもね、 M135 用の、ダクトに交換してあります。はい、それではね、サイドの方見ていこうと思います。タイヤホイールなんですけども、ホイール、これは BBS ジャーマニー、ドイツの BBS の19インチホイール装着しております。サイズは19インチです。で、タイヤ、はい、これはピレリのタイヤですね、入れてます。サイズは225/35の19インチということで入れてあります。で、これ M ブレーキですね。はい、これ M の対向ピストンブレーキに交換してあります。はい、車高も落としてあります。車高調入っております。はい、サイドですね、 M のエンブレム入ってます。で、ドアミラーなんですけども、これもカーボンのものに交換してあって、ここはね、ちょっと尖っておりますけども、まあ、こういう形状のミラーに交換してあります。この下、ここにもこれカーボンのものを入れてあります。サイドですね、サイド、ここもカーボンの、パネルを貼ってあります。はい、こっちもですね、はい、前と横とここですね、はい、ここもカーボンにしてあります。こことですね、はい、でこの横もずっとこれカーボンのここラッピングというか貼ってあります。はい、でリアですね、リア、これエンド CC というブランドのリップスポイラー、リアスポイラーですね、装着させていただいております。はい、それとここですね、はい、これもカーボンのパネルを貼ってあります。はい、でリアなんですけども、
はい、これ M パフォーマンスのブラックテープですねに交換してあります。はい、で、この後ろこうディフューザーなんですけども、はい、これは 3D デザインというブランドのディフューザーリアですね、装着させていただいております。マフラー、これはレグス、オーストリアのレグスというメーカーのマフラーを装着させていただいております。あとこの BMW のエンブレムの横、ここなんですけども、ここはもともとメッキ状、メッキだったんですけども、それをボディ同色に塗り直してあります。はい、こんな感じになっております。はい、それではね、室内の方見ていただこうかなと思います。では室内の方開けてみます。はい、車内はこのような感じになっております。はい、シートですね、はい、これレカロシート入れさせてもらっております。レカロの SR6 スーパースタログというシートです。これは、はい、あの限定のねシートになります。 SR6 というシートです。はい、で助手席もね同じレカロシート入れさせてもらってます。これも同じ SR6 ですね。はい、助手席もレカロの SR6 が入っております。リア、これはあのシートカバー装着させてもらっております。リアは、はい、あの、ネックパッドも装着させてもらっております。はい、あと車内なんですけども、あのこの辺りですね、見えますかね、この辺りとかもこれあのステンレス調のパネル貼らさせていただいております。はい、まあ、暑いんでねちょっと扇風機とか入れておりますけども、はい、あとこのシフトノブのあたり、ここもあのカーボンを貼ってあります。はい、ハンドルなんですけども、はい、ハンドルもあのここねセンターの部分、ここは青色のもの貼ってあります。で、あのスタートスイッチ、ここも赤いボタンに変えてあります。はい、ここですね、この操作類のとこ、ここもカーボン調のものに変えてあります。はい、で、あとこれが、スピード探知機、レーダー探知機ですね。装着させていただいております。はい、であとこれドライブレコーダーですね、これドライブレコーダーも装着させていただいてます。内装はねこのような感じになっております。はい、エンジンですね、エンジンは 1.6 リッター直列4気筒のターボエンジンになります。はい、で、これねタワーバー、フロントカーボンのタワーバー入れさせてもらっております。はい、ビギャーズというブランドのねタワーバー装着させてもらってます。で、あとこれフロントにもここにもタワーバーを入れております。ここはこれは ARC というメーカーのタワーバーですね、入っております。それと、あとこれですね、これが、ケレナーズというブランドのサブコンピューター、サブコンというものになります。これは、まあ、装着することによってねちょっとパワーが上がるというものでございまして、はい、ケレナーズのサブコンも装着させてもらってます。はい、このような感じになっております。はい、次リアになるんですけども、これも、ARC というブランドのリアのタワーバーですね。はい、これリアのタワーも装着させていただいております。はい、いかがだったでしょうか。今回は、僕の乗ってる車ですね、 BMW の1シリーズのご紹介をさせていただきました。皆様どうもご視聴ありがとうございました。はい、またね次回の動画でお会いできたらと思います。それではこれで失礼いたします。ありがとうございました。